ドットコムチャンネルをご覧の皆様こんにちは。高校野球ドットコムの栗崎です。今回は近江高校の注目内野手土田龍空選手を紹介していきたいと思います。土田選手は滋賀の強豪近江高校で1年夏からショートのレギュラーを獲得しました。打撃でも入学時から高いセンスを発揮しており、1年夏の滋賀大会では打率5割5分6厘を記録、100回選手権大会でも17打数5安打と活躍を見せ、甲子園ベスト8に貢献しました。そんな土田選手に対して近江高校の多賀監督は、プレッシャーもあり非常に大変なことだと思いますが、それを乗り越えて頑張ってほしいですと大きな期待を寄せています。果たして天才型のショート土田選手は昨年以上に躍動を見せるのか、2019年も目が離せません。土田龍空選手のインタビューは高校野球 .com で公開中です。皆様ぜひご覧ください。